今回のゲームグラフィック TV は中古ハード購入ガイド。16ビット機から次世代機まで様々なゲーム機たちの購入ポイントをゲーグラなりに紹介していこう。まず紹介するのがセガメガドライブ。かつては中古ショップなどでも安く手に入ったメガドライブであったが、最近はその姿を消しつつあるという。そんな中、たまに見かけるのが初代メガドライブである。メガドライブには細かく分けて8種類ほどのバージョンが存在しており、筋金入りのマニアはそのバージョンにまでこだわっていることが多いわけだが、中古屋として見たらどれもただのメガドライブなわけで、値段に格差があるわけではない。現在では5000円程度の価格がついているようである。後に登場する廉価版メガドライブ2は初代よりも流通量が少なく、中古相場でも高めに設定されていることが多い。遊ぶなら初代、コレクションなら高くても2を買うのが手である。メガ CD と合体したワンダーメガなどの互換機を発見した場合は無理して購入しておくべきであろう。新品時代からほとんど店頭に並ばなかったレア機である。お次はソニープレイステーション。かつての大ヒットゲーム機だけに弾数は非常に豊富。中古ゲームショップなどでも程度の良いプレステが多く見られるが、狙い目はリサイクルショップ。メンテがされておらず汚らしい個体がほとんどであるが、実際に稼働するものが非常に多い。しかも1500円程度から購入できる。周辺機器も数多く流通しているため、全くと言っていいほど困らない。遊ぶにはもってこいのゲーム機であると言える。しかしゲーグラ的にはノーマルのプレステを買ったのでは面白くない。ここはハードオフのジャンクコーナーなどに多く存在する DVD 用のピックアップレンズが故障したプレステ2をおすすめする。これらの個体は DVD ビデオやプレステ2のソフトは動かないが、なぜか初代プレステのソフトだけ動くというものが多い。しかも非常に安い。完全に趣味性の問題ではあるが、スタイリッシュなプレステ1が格安で入手できるわけである。人と違う何かを求める人はこのプレステ2のソフトが動かないプレステ2を買うのも手の一つである。任天堂ゲームキューブ。ゲームキューブには前期型後期型が存在しており、前期型にはデジタル AV 出力が付加されている。俗に D 端子と呼ばれるもので、テレビ側に D 端子入力がついていればコンポジットよりは綺麗な画面でプレイできるといった特典がつくが、そこまでこだわるのはよほどの映像マニアであろう。中古市場では前期後期ともに値段に差はなく、気分で購入していただきたい。
ゲームキューブの出荷台数は任天堂64よりも少ないが、なぜか64よりも中古価格が安く、どこへ行っても売っている。価格も500円前後から存在しており、フルセットの程度のいいものでも2000円程度である。ハードオフなどのジャンクコーナーの常連の一つであるが、そういったところに売られているゲームキューブは本当に本体しかなく、コントローラーやアダプターなどが付属されていない。コントローラーなどは後継機 Wii でも使えることが知られており、本体よりも高い中古価格が付けられているため、バラで揃えると結構な出費になる。欲しければ2000円程度のフルセットを買うべきである。ジャンクコーナーのハードは予備として購入しておくのに向いているが、ゲームキューブ本体の耐久性はドンキと言われるほど頑丈で、そう簡単に壊れないため予備の必要はないとも言える。また互換機でパナソニックの Q というものも存在。ゲームキューブに DVD 再生機能をつけたモデルだが、もはや天然記念物としか形容できないほど希少な存在であり、見かけたら死ぬ気で購入していただきたい。ゲームグラフィック TV。 As it went mad in old times, those, I, games who did. Feeling of nostalgic controller. That impression is revived. Still to have grown up.Arcade Controller Factory。 セガサターン。セガの次世代機で今も根強いファンが存在するゲーム機。一時は中古市場でもよく見かけたが、現在では様々なメーカーの次世代機の中でかなり少なくなっているゲーム機である。市場に出れば程度の良いものが5000円あたりから買える。セガマニアは抑えておいても良いところだろう。というかほとんど抑えられている。ソフトの流通量もだいぶ減ってきており、お目当てのゲームがあるかどうかは運次第といったところであろうか。両作は大概マニアに抑えられている。球数としては初期のクロスサターンが多く、互換機であるビクターの V サターンや日立のハイサターンはあまり出てこない。出てきても結構な値段がする。まさにマニア向けのモデルと言えるだろう。任天堂バーチャルボーイ。一時は値段がつかないほど中古価格が急落したバーチャルボーイだが、近年再評価され結構な高値で取引されている。ゲームグラフィック TV スタッフが見かけたものは元箱付きで6000円から8000円程度であった。数年前には新品でも1000円から2000円程度で並んでいたことを考えるとかなりの高騰である。正直この値段でハードを購入してもいいのだが、もともと少ないソフト群がネックになる。市場に出ればかなり安く流通しているはずだが、なかなか出てこない。コレクションとしてハードを買うなら買いだが、ゲーム目的となると困難を極めるだろう。ゲームグラフィック TV 的には横井軍平のはるかに進んだ思想を具現化したこのハードは押さえておいてほしいところである。カシオルーピー。カシオの 32bit リスク CPU 搭載のチークガン。シールプリントができるなど女児向けに振られたゲーム機であるが、驚くほど弾数は少ない。たまに元箱付き新品同様の個体が市場に出るが、どんなに安くてもネタ以外の目的で買ってはいけない。シールプリントに使用するインクリボンはルーピー専用で、現在では購入は不可能に近い。シールプリントができないとルーピーの機能の半分も実力が発揮できない。ゲームを楽しむというよりコレクターズアイテムとしての価値しか見出せないモデルであるといえ、もっとも売っていてもかなり安く3000円程度で購入できる。今回の中古購入ガイドは16ビットキー以降のゲーム機たちを紹介してみた。いくら流通量が多くても機械である以上いつかは壊れ、欲しいゲーム機が安い今、2台3台ともしもを考えて購入すべきであるとゲームグラフィック TV は考え、
いつまでも愛すべきゲームたちを遊ぶために。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。